こんばんは、すくまです。前回に引き続き HO ゲージ特集をお送りします。前回は加藤のクモハ12とトラムウェイの DD14 ディーゼル機関車、ともにプラの製品をご紹介してまいりました。で、今回はそれとは対照的にブラス製品、金属製の模型についてご紹介しようと思います。まずはラベルの貼られていない銀色の箱を開けてみましょう。さあ、何が出てくるんでしょうか。ヒントは国鉄型の電気機関車で、もう誰もが知っている形式と言えると思います。いざオープン。じゃじゃじゃーん、 EF65 の1000番台です。 EF65 は加藤からもプラスチックの製品が出ていますが、こちらは天正堂という銀座に本店を構えるメーカーの製品でして、車体は真鍮と呼ばれる金属でできています。数ある EF65 の中で客車と貨車両方引ける PF 型、その中でもパンタが大型の前期型を選択しました。いつかはクラウンっていう言葉が流行りましたが、私の中ではいつかは天正堂ってずっと思って社会人生活を過ごしてました。でようやく社会人 2,3 年目でお金も貯まってきて、ちょっと手を出してみようかなということで、思い切って買ったというのを今でも覚えてます。重さはね、やっぱり動画では伝えられないんですが、ものすごく重いです。やっぱり不用意に扱えないなっていう、多分小さなお子様でもこれはおもちゃじゃないんだなっていうのが分かるぐらい荘厳な雰囲気が漂ってます。前面の手すりですとか、これヘッドマーク影、そしてエアホースなんかも全部金属製で、ステップも酸が抜けてるんですよね。プラ製品では省略されがちな小さなクレーンフックなんかも全て金属で忠実に再現されてます。前回は比較的安価なプラスチック製品で簡単に HO を始めてみようよっていう内容だったんですけれども、逆にこういった1両10万円以上するような高級なモデルに最初から手を出すっていうのも全然いいと思うんですよね。うちのじいちゃんが言ってたのは、いいものはいいと。やっぱり値段問わずいいものはいいから、そういうのを自分で買って手に取ってみることって大事だよって言ってたんですよ。最初はよく意味分かんなかったんですけど、自分で働いて買ってみてその意味がようやく分かったというか、思い出話はこれくらいにして、今回の目的はメンテナンスですので、早速試運転してみましょう。久々だな、花月園以来の走行かもしれない。おー、相変わらずスムーズな動作で、よかったよかった。いやー、神がかり的なかっこよさだな。おー、たまらん。ちなみに標準でテールライトも点灯します。短期改装でも十分様になりますね。せっかくですのでポイントレールを組み込んで貨車の入れ替え運転を楽しんでみましょう。ポイントコントロールボックスは円筒製なんですけれども、天正堂のパワーパックの横につけることができるんですよ。よいしょ、あ、電源が入りました。ポイントもでかいな、手のひら2枚分ぐらいの長さがあります。スイッチの裏に出てる端子にポイントのコードをつなぎまして、試しに切り替えてみましょう。おー、はい、線路の組み直しが完了しました。でかいですね。横幅がだいたいこれで2メーターぐらいあります。貨車は加藤のプラスチック製の WAM38 番型を選びました。プラスチック製の貨車とか客車は軽いので、いっぱい引かせることができるってメリットがあります。うわー、 WAM もかっこいいなこれじゃあとりあえず4両ぐらいにしておこうかな。進路よし。さあ、ゆっくりと PF が動き出しました。いいですね。私は連結シーンが好きで N ゲージでもアンカプラーを組み込んだりして遊んでます。で、機関車待機線で一旦停止と、でまたポイントを変えて、いよいよ WAM の待つ線路へと進んでいきます。連結が完了したらディレクションを変えてゆっくりと、似合う、やっぱ PF と WAM は似合うわ。そのまま奥に押し込んで逆走させて推進運転してみましょう。ポイントを変えて逆走と、おお列車になると楽しさ倍増ですね。もちろん N ゲージよりは大きなスペース必要ですが、今ご紹介したように短区間で入れ替え運転を楽しむためのモジュールレイアウトを仕立てて、バラストや草をまいて楽しむっていうのも非常におすすめです。貨車も加藤とかトミックスからいろんな車種出てますので、例えばタンク車ですとかコンテナ車も出てますから、ご自身の好きなものを集めてみてはいかがでしょうか。当チャンネルではゲージを問わず活用できる鉄道模型の制作方法についてアップしております。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。さあ、トリを飾るのはこちら。
上信電鉄デキ1型です。ドレミファインバーターで有名なドイツシーメンス製の電気機関車です。ワールド工芸というメーカーから出ている、こちらも真鍮線の機関車になります。これも買ってからずっと放置してたから、走行させるのは初めてかもしれない。おお、なんとも可愛らしい、可愛らしい中にもかっこよさが感じられる車両です。美しい。やっぱ凸型の電気機関車って独特の魅力がありますよね。もちろん実車を取りに行ったこともございまして、充電で団体列車を牽引する姿が非常に印象的でした。昨年私はこの上信電鉄にも程近い地域に家を構えて今まで住んでるんですけれども、やっぱり引っ越してくるとより親近感が湧くなというところです。ワールド工芸から N ゲージも出てまして、さらにビートレインショーティーの方でもデキは製品化されてます。こんなちっちゃい車両でも実物を見ると結構でかくて迫力があるんですよ。その雰囲気を味わうっていう意味ではこの HO ゲージ最適なんじゃないかなと思うんですよね。こちらの車両もさっきの天正堂の EF65 と同じく、鉄レデリは全部金属製で細かく再現されてまして、左右でボンネットの点検ハッチの有無も作り分けられてますので、2種類の表情を楽しめます。前編で少し触れた通り、 N ゲージにない特徴としてパンタグラフが挙げられます。バネがしっかりと機能していて、しかも鍵までかけられると、とてもリアルですよね。このパンタの上げ下げだけでも一杯やれそうです。運転台に大きめの窓がついてて、正面から撮ると人が乗ってるっていうのがすごい分かりやすいので、分解して人形を乗せるなんてのも面白いかなって考えてます。ポイントを一つ加えてレイアウトを拡張しました。これから PF 牽引のバラストコーディングが到着して、で上信電鉄へと引き継がれるっていうシーンを再現してみます。さあ高崎駅構内にバラストコーディングがやってきました。駅の横の番線に止めたら、神の手で PF は消えてもらおう。ポイントを変えてディレクションを変えて、よし出発。おー、 HO ゲージは多少放置してもしっかりと動くからいいですよね。おー、ゾクゾクしちゃいますねうわー、かっこいい。こういう小型な電気機関車には単編成の貨車がよく似合います。わあ、最高。というわけで2日にわたって延長ゲージ特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。動画の評価もぜひよろしくお願いいたします。前編後編にわたって思い出っていう単語が何回か出てきたと思うんですけれども、ちょっとかっこよすぎる言い方かもしれませんが、私はこの鉄道模型 HO ゲージで思い出のアルバムをね、立体で残したいなというふうに考えていつも車両を購入してます。HO ゲージの良さって大きいですから、置いてあるだけでも存在感がすごくありますし、目線を近づけると本当に実車を見てるような佇まいなんですよ。私がこのチャンネルで目標にしているのは、より多くの方に興味を持っていただいて、でその見てる方一人一人に趣味の最適な方法を見つけてほしいんですね。私のチャンネルでは N ゲージもいっぱい動画上げてますし、今回の HO ゲージの前編後編見ていただければ、何かしら一つ真似してみたいなって思う遊び方が見つかるんじゃないかなって思うんですよ。これだけ安価でクオリティの高いプラスチック製 HO ゲージもいっぱい出てますし、今回ご紹介したようなハイクオリティで、値段ちょっと張りますけれども、いい寝室のブラスモデルもたくさんありますから、絶対ね自分の好きな車両製品化されてる確率の方が高いと思うんで、ぜひこの4連休から HO ゲージのいいスタートをね切れるようにというふうに願って挨拶に返させていただきます。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。すすくまでした。失礼いたします。次はレイアウト制作に戻ろうかなと思います。